最後のテーマでございます。クリエイターを志す皆さんや未来の仲間へ向けてメッセージをお願いします。西川さん、ゲームクリエイターになるためにはですね、特に資格なんて、ありません。ゲームを作るのが好きだ、作ったゲームでみんなを喜ばせたい、この2つさえあれば資格としては十分かなと思っています。技術的なところはですね、その思い、信念があれば時間をかければ身についてくると思いますが、ここがブレてると長続きしないかなと思います。これからの将来ですね、新しくて面白いゲームを作っていくのはですね、皆さんの番だと思っています。我々もですね、新しい仲間を日々求めていますし、若いクリエイターと仕事ができる日が早く来たらいいなと心待ちにしています。これからのですね、ゲーム業界を盛り上げていくのは皆さん一人一人です。一日も早いゲーム業界への到着を心からお待ちしています。世界中を驚かせるようなですね、仕事をしましょう。以上、サイバーコネクト2の西川由紀でした。ありがとうございました。台本読んでんですか。なんかこれ系の時って本当丸暗記してくる一夜漬けの本当学生みたいな感じだよね。やっぱそういったところもですね、最初からできてたわけじゃないです。まあそりゃそうよね。どっちかというと人前に出て喋るのが得意ではない方、緊張しがちで、今も緊張はしてるんですけども、たくさんのことを経験させていただいての今があると思うので、今日、からでもできることたくさんあると思いますので、一生懸命、頑張っていただきたいと心から思っています。私からはゲーム作る力とかね、技術とかいろいろありますけど、そういうのは最終的な話であって、根っこは好きかどうかだと思うんですよ。漫画が好き、アニメが好き、ゲームが好き、映画が好き、エンタメが好きっていう、まずこの好きがないとそもそも自分で作ってみたいとかっていう気持ちにもたどり着かんから、まず好きな人がこの世界を目指してほしいな。この好きをちょっと勘違いしないように気をつけてほしいなって思うのが、少年サンデーでね、だがしかしとか、あと夜更かしの歌とかね、アニメ化おめでとうございます、小手山先生がある読み切り作品の中でおっしゃってた、何かを目指すっていう人って、私にはこれしかないんですみたいな形で目指してる人っつのはやめた方がいい。それは選んでないと。あなたはあれもできない、これもできない、あれも嫌、これも嫌って言って、私にはこれしかないってすがってるんだったら、それは好きじゃないと。なるほど。本当に好きなものを目指すべきものっていうのは、数ある5万とある可能性の中からあえてわざわざこの1個を選んだ、これが本当の意味での好きなの。逃げ込んだ先にね、ゲームがあったとしても、それは選んだんじゃなくて、逃げた先にたどり着いた場所っていう、ちょっとね、こう業界目指す人にとっては厳しい意見に聞こえるかもしれないけども、正直これはね、小手山先生がおっしゃってることが俺はやっぱ正しいと思う。たくさんある無限の可能性の中から、やっぱり自分はこれが一番好きだって思う道をちゃんと進んでほしいなと。そうするとね、やっぱり仕事と好きが一致するから、もう毎日何の努力したってきつくないし、楽しいし、今一度こう自分の中で、あ、自分はどうなんやろうっていうのはね、考えていただきたいなと、思います。ということで、それが、私からのというよりも小手山先生からの、メッセージでございましたと。あっという間に、お別れの時間でございます。クリエイターズインタビュー、次回は一体誰が、登場するんでしょうか。皆様、次回配信を、お楽しみにということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。突然こうやって終わるのです。